俺ね、酒は飲めねえ。はい。トリス。うん、う、ん、トリス。また買ってきました。あのー、なんちゅうのあのー、改めてね、今まで、そない,い値段、お酒、アルコールに関してはね、その、暮れの残りもんがあったんで、ドンと今まであったんですけど、もうそれもなくなって、 ちびちび缶とか、こう取って、それもたこつくし、で、また、あのー、何を買うたらいいんかな、思って、日本酒にしようか、焼酎にしようか、洋酒にしようか、で、結局洋酒に来ましたやん。うん。うん。ダリス君に。で、これ、なく、速攻なくなりまして。で、また、今、見に行ってきまして。あ、もう、あの、洋酒飲んだし、 焼酎にしようかな思って見たんやけど、高いこれ600なんぼですわ。焼酎はね、なんかもう、軒並み1000円以上しますね。日本酒はね、まあ、1000円もせえへんやつあるんですけどね。高いいや、高ないけどね。買われへん。俺には買えねえみたいな。ほんで、結局これまたこれにしまして。連発。 もうこれと世わないしね。焼酎ね。霧島飲みたかった。霧島飲みたかった。え霧島か。黒霧島。飲みたかったよ。霧島にめっちゃ種類がある言うてね。あのー、視聴者のミロジュニアさんが教えてくれはってね。制覇したいなぁと思うだけでね。先立つものがちょっとまだね。 あれなんで。はい。ということで。炭酸、<laughs> 炭酸もおまへんねん。もう炭酸なかったらこれもう、水割りにせなきゃならない。水割りをくださーい。水割りって最近、でやろう。みんなハイボールやもんね。え、どこです もゃいまんねんねからのカツ,カツ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 こいつ失禁してきますわほんまにもうえげつないなもう毎日こんなこと言うとんね毎日こんな む,むなしい、さ切ないこと言うて、ほんで、<laughs> 寝て終わりや。<laughs> これどうしよう。乗っけてチンした方がいいね。ねの乗っけてチンしよう。贅沢やで、こんなんほんまに。この買うよ、あ、今日ね、こんなん買う予定じゃなかったんですよ。もっと安いもん買いに行ったんですよ。 だから、遅いめの時間行っとんすよ。ねえ。<laughs> ねえって。<laughs> またね、7割引きとかあるんかな、思ってね、それ目指して行ったんですけど、今日は何、特化日やったんかなもう、何もない。魚を作り系と思なけりゃ、あのー何、何肉系とかもよう売れとった。壮大もほんまよう売れとった。ほんまに。 なんだくれたら気持ちいいやろね。はい。ということで、これちょっとチンしてきますわ。ついてないわ。チンできました。ちょっと長めにチンしました。もうね、なんか、趣向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 は歯にできるやつや。趣向え趣向や。 趣向がね、糖尿で入院する前、よう超えとった頃、百貫レブまで言えへんけど、えー、昔のよう超えてた頃の趣向にまた戻ってきた、完璧に。これなんかは、もうね、めちゃ七味かけたい気分なんさまあ、それ、超えてるとか、まあ関係ない。それは、あの、この、 喉の,のね、ご縁があるからもう食べへんようにしてるんですけど、やたらし目をかけたい。大量に。まだね、まだ言うても菓子パンとかね、あんまり食べてへんからねいいん。はい。いただきます。 甘いこどこで作ってんのマンタンで作ってるんやおむつで作ってるんや

ごちそうさまでしたおいしゅうございましたありがとうございましたはいということでもう毎日毎日なんか高いやら金ないやらほんまそんな話で申し訳ないですねあのいろんなええ話あるんですけどねあの今ねほんまにマックス貧乏 貧乏いうか、マックス、あの、始末してる、始末シリーズーやないけど、マックス、始末、節約、金欠でね、アンドね、アンドーアンドね、あのー、マックス忙しいんですよ、ほんまに。だからね、あのー、まあ、取り、取り、取り留めない取り留めない話でね、 申し訳ないんですけどあのいろんなねええ話もおますねいけどまたもうちょいまたまたあの長いお付き合いでよろしくお願いしますなほんまに。なんかね焦っちゃうんだよほんまに。あれも話したいこれも話したいいろいろあるんですけどね焦っちゃってね 僕は焦っちゃってね。っていうかね、それ以前に、なんちゅうの、これ喋って食べとっても、もう食べ終わったら、で、YouTube 見て、一瞬ゴロンってなって、それ、ゴロンってなったら寝る。お前、ゴロンってなって寝るやん。で、わかってても、ゴロンってなって寝てるんですよ。はぁ、ほんまに。疲れてまんねん、ほんまに。ということで。 激塚かですわ。激塚、か、激走激かねない。一個だけ面白い話あるんですけど、あのね、これ今日のほやほやの面白い話なんですけどね。私、朝は目玉焼きですね、目玉焼きですね、ね絶対ね。で 日によって目玉焼きの出来具合が全然ちゃ,いちゃいますね、私の場合は。全然安定性がないんですよ。よう焼けてた日もあれや半熟みたいな目玉焼きもあれやなんか理想的な感じとか、卵を何黄身が割れたとか、うん、いろいろありますね。それをね、ほんま、自分でもほんままだ納得したやつができるのはほんま、 二三ヶ月に一遍ぐらいなんですよ。毎日やっとってですよ。毎日やっとってそんなんやからね。そういうのを朝ライブでしようかな思ったりね。まあ、そんなのも考えたりしてるんですけど。あのー、そんなこっちゃでね。卵はいつもね、もう高い高い卵ね。絶対キラさんと凍ってますね。ね。で、朝目玉焼き、卵、二個。大体2二個やりますね。 で、今日ね、いつも通り卵、パカって。まあ、あ卵割んのも下手くそなんですけど、パカッ。パカって、え、どうやったかな何のタイムやったかなパカッ。あ、パカってやって、このフライパンにパカってする前に、どっかいつもとちゃうとこで割ったんかなパカって割ったらね、流しに、<laughs> 流しに、パカってして、 パカッとフライパンのどこでパッと背中の終わった瞬間にドボって流しに君が落ちて持ったんですよ。それはもうそれがねめっちゃ早かったんですよ。飛ん、ポンプシュッカッカッ <laughs> この君がもう落ちた瞬間に <laughs> すくい上げてね。ほんまにあの貴重な貴重な卵やからねその 我ながらの、その、あの、何し、機敏さ <laughs> 運動神経にちょっとびっくりして。まだそんな機敏さあるんや思ってね。びっくりしまして。<laughs> それも、瞬間にとって、てフライパンに入れて、君がね、割れてなかったというね。<laughs> 別に自分どこの流しやねんからね。汚れ取っても、ばい菌ついてもよろしいやん。自分の流し、自分のばい菌やねんから。けどね、反射神経でね、すごいね。我ながらすごかったわ。はい。そんなこっちゃで。今日の面白い話終わり。はい、おっちゃん面白い話、<laughs> いっぱいあんねんけどな。<laughs> また見てね。<laughs> はい。あの、たまにええ話もしますんで、またよろしくお願いします。はい。ということで、今日は年と、ねと最後まで喋りました。ありがとうございました。はい。失礼します。ますバイな、バイじゃ。植とんねまあ、それもあるわな。失礼します。 <お> <laughs> もしまた見たのを持ってくれはる人はねあのチャンネル登録よろしゅう頼みますあと通知ベル設定つ鈴マークですねあれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんでよろしゅう頼みますせーばいならばいちゃー